ジェイ先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。またこういう始まりなのね。ようやく本格的に操作できて、嬉しさ爆発です。まあわかるけど、もうボス戦をこなしたじゃない。あれはただのオープニングですよ。ここからが本番です。まあそうかもね。動きが軽いですね。ここに行くのか。その前に違うところも見たい。いろいろ壊せますね。何か出るわけではないのかな。あ、出た。水が。水もそうですが、黄色い何かが出てます。経験値か。またなんか出たよ。設定が。とにかく何か手に入れました。いろいろ隠されてるのね。遊びで壊してましたが、壊す必要もあるみたいですね。設定がはエクストラで見れるみたいね。お、スキルを習得できますね。シャドウラッシュが無知のことです。ここら辺は1でもあったから、馴染み深いわね。すんなり理解できますね。ギロチンはまだ足りないか。お、サマーソルトは足りてる。じゃあ、これにします。敵の背後にジャンプできる技です。トロフィーもゲットできたね。まさに千里の道も一歩からです。これがサマーソルトです。ほらほらー、見て見てー。わかったよ。ちなみに、これからの編集では、技を覚えるシーンは、ほぼカットしていくつもりです。1でもそうだったもんね。お、なんだこれ？自動的に読みました。ドラキュラ年表みたいね。こういう資料も、ほぼカットします。よほど大事なものだけは見せますけど。どうしても見たい人はどうすればいいの？それはもちろん、あって自分で見てみてください。やっぱそこに落ち着くのね。さて、そろそろ進めますか。ここですよね。シャドウダガーだって。あの赤い光が破壊できるんですか。R2を押す。おお。照準を切り替えて、離すと撃つ。なるほど、探検のことね。今回は魔力で管理されてるみたいです。自動で回復してるわね。ほんとですね。なんだ？ああ、シャドウダガーの説明か。無知と同じく、敵に当たる瞬間硬くなるのね。便利な機能です。ひるませるだけで、ダメージはないのかな？どうだろうね。少し減って、すぐに回復します。ある程度連射できそうだね。さて、進めましょう。なんかドラキュラって感じがしませんね。それは前作からの伝統だよ。なるほど。I sense the presence of a Golgoth god. You are no match for this enemy. Hide. 断言されたね。ゾベックには見くびられてます。やばい感じ。
んだこれ？隠れるのか？おお、闇に隠れた。というより、ネズミになった。まさかです。おお、ネズミを操作できます。これなら気づかれないのね。他のネズミもついてきますね。やっほー。一匹だけテンションが高い。ほれほれー。え？踏みつぶされた。そんな。さすがに見えてるもん。そりゃそうか。どうすれば？脇をすり抜けるのかな？あ、こっちにもあるんですね。通り抜けて、向こうで元に戻るのね。今度は踏みつぶされないように。よし。おお。まさにドラキュラって感じね。今作は、早くも楽しいです。憑依。そんなこともできるのか？ヴァンパイアスペルか。マインドコントロールできるのね。憑依というよりも、操る感じでしょうか。やってみましょう。え、は、ちょ、言葉通り、まさに取り付いたわね。これ以上ない乗っ取りでした。そしてあのスイッチを操作するのかな。おお、動かせる。なんか動きが HD での肝やアーマーみたいです。ほんとだね。体力が減ってるよ。なくなる前に行動しないとダメなのか。そんなに時間は厳しくないみたいだね。お、うへ。解除するときは敵が、いや、ほんとだね。ゾベックに見せてあげたいです。どうやら知能は子供だったみたい。いわゆる脳筋だね。え、大丈夫。殺菌されてる。平気なんでしょうか。まあドラキュラだからね。無敵ですね。またネズミになれますね。なんだ、今度は二人か。後ろのはしごに登るのかな。結構めんどくさそうですね。そんなことできるのかな。こっちの武器はネズミだけだからね。さすがに具が悪すぎます。コウモリ。お、なるほど。シャドウダガーと同じように、サブウェポン扱いのようです。敵を避けるために使うのね。さすがにコウモリで攻撃はできないようです。おお。なるほど。仲間が助けるのか。つまり、右側のやつにコウモリを出せば、あいつがどいてくれるのね。なるほど。じゃあ、こっちに行きます。は。せっかくネズミになれるのですから。もちろんなりますよ。楽しくてしょうがないのね。そういうことです。うん？光ってる。
届きませんね。出口ってことかな。入り口がどこかにあるはず。お、あった。よし、思った通り。え、罠があるのか。怖い。なんてことないわね。意外にうまくいきました。うお、これはまたタイミングかな。一瞬空いてるところがあるわね。ここで、さすがに無理じゃない。お、乗り移った。なるほど、そういうことか。左上の数はネズミの数ですね。あ、何やってるのよ。でも8から7に減ったので間違いないです。0まで減るとゲームオーバーね。気をつけて進みます。よし、結局コウモリが先ですね。素直に進んでおけばよかったね。ネズミになれたからいいんです。どんだけ楽しんでるのよ。よし、今度は右のやつに。いけるね。慎重に。よっしゃ。右か。危な。え、じゃ、イベントです。なんでこっちに来ちゃうの。ゲームだからよ。ダメを言ったらおしまいです。月を見て降りるのかな。見つかりそう。そこにいれば大丈夫なのかな。多分。怖い。ドキドキするね。ふう、心臓が。よかった、大丈夫みたい。行きましょう。え、うお、バレてるし。地獄で会おうぜ、って、お断りです。収まったようね。某ゲームを思い出しましたよ。見つかった時のパニックは似てるかもね。今度こそ。完全に後ろに行ったらいいのかな。結構長いのね。ちょっと待ちますね。まだダメか。よし、この辺なら。ダメか。今だ。うまくいったね。あ、これは。よかったね。またネズミになれました。あそこか。さあ、ついてまいれー。うお、あ、走りながらじゃないとジャンプできない。よし、
どっちだ？まずはこっちを見てみるか。あ、出口か。じゃああっち。よく外れるわね。気のせいです。配線をかじる。は。命がけで。残り一匹だったらできませんね。でもこれであそこに進めますね。戻りましょう。危な。ここは入り口ですよね。で、ここ。ちょっと危ない。よしよし。お、出れるのか。何かある？つまり前作の影の魔力石ですか。そういうことだね。手に入れる方法がグロいけど、我慢のしどころです。戻るのもネズミか。嬉しいんでしょ。ただ途中の罠が怖いです。触った。嘘。ちょ、下手。嘘でしょ。マジで。おかしいなぁ。今度は慎重に。ちょ、危ない。ふぅ。そんなに難しい。案外難しいんです。それでは戻りますね。よし、ここです。乗っ取り開始。これが恐ろしいのよね。やっぱりここか。何度見ても。はい。お、またペインボックスです。これも血だらけ。今作は血が多いですね。まさに吸血鬼にふさわしいです。他には特にない。どういうこと。え、また来てる。やばい。ネズミに隠れるのね。どうすればいいんだ。あそこはもう行ったし。うん。橋を。そういうことか。そうだよ、足場があったじゃない。よし、これで戻れば。
うまくいった。普通に進めましたね。お、あそこにもあった。え、どうやって行くの。また後なんじゃない。そうかも。いや、そこまでは言われてないから。そんな気がしたんです。一でもたしなめられてたよね。お、少年。Who are you? Follow me if you wish to recover your sword. 剣を取り戻す。ボイドソードじゃない？なるほど。謎ダンスはいいから。つい。なんか雰囲気が。あれ？変わってるね。完全にお城です。悪魔城。どういうことだ。夢？ What kind of miracle is this? あ、死体だ。というところで、終わりにします。突然だね。お楽しみはまた次回です。ノクターン。お楽しみにね、ノクターン。